皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。前回のリーグ戦コム戦3対0で勝つことができました。まだ第1節ですけど、現在第1位にいます。ただ今回は対人戦になってしまいました。なんとかここを勝って、とにかく1位をキープしていければなと思ってますので、ワールドリーグサードディビジョン第2節、よかったらご覧ください。たくさんの声援に高まりながら今キックオフです。今日の両チームのフォーメーションです。ホームチームは 4-3-3 のフォーメーションです。一方相手チームも同じようなフォーメーションでのマッチアップとなります。攻守ともに武器の能力が進めています。先ほどシュート、一気に縦に持っていく、このパスは一人で行く、流れを変えるプレーを見せられるか。奪いました。ちょっとお互いに相手の様子を見ている感じでしょうか。サイエラス、さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。ナイスクリア、タッチ終わります。ボールを投げ入れ、ボールを受けます、つなぎます。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。このチームはついた、ここでボールを失う、トラップ、メッシが個人突破、左へ送って右サイドへ大きく出します。ペナルティーエリア前で非常に強固な壁を築いています。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。前半を踏まえて両監督は同じ作戦で、さあ試合再開、後半が始まりました。リードされた状態で折り返した後半、ここから巻き返したいところ、ここで奪われた、中央へ、ここで取り返す、パスを出す、トラップ、さあ監督が選手にマンマークの指示を出しています。奪われました、ウンデルがキープ、右に送りました、前に出しました、相手ボールになります。右に送ってパスから引き出す、下げます、ボールを奪います、押さえて左へ送る、どこで仕掛けるか伺っているようにも見えますが、デロッシがカット、突破していく、ボールを受けます、出します、
見せにかけてもらえた縦に展開このボールを左に送ってパスを送りましたボールを回しますさあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのかまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。